眠れるラジオ。丸めてポイのコーナー。ムカついた話、恥ずかしい話、忘れたくても忘れられない話など、すべて丸めてポイしちゃいましょうという成仏コーナーでございます。お便りは丸めてポイで締めるとなおよし。はい、まるまるもりもりでございます。やっていきましょう。最初のお便り、シンガポールお住まいのラジオネーム小豚大好き人間さん。僕は弟がいるのですが、前に廊下でサッカーをしてたら母の大事な写真に当たってしまって壊れてしまいました。でも僕はそれを弟のせいにして、弟はひどく叱られてしまいました。でもなかなかお母さんに自分がやったと言えないので、丸めてポイしちゃってください。いつも聞かせてもらってます。これからもよろしくお願いします。わかった。とりあえず一旦は丸めてポイしとくよ。一旦はね、今回は丸めてポイしておくよ。ただその時感じた罪悪感、弟のせいにしてしまって申し訳ないなと思う気持ち、その気持ち絶対忘れんない。で、次はちゃんと自分がやったら正直に僕がやったって言うんだぞ、お母さんに。わかったな。さあ、次のお便りいきましょう。大阪府お住まいのラジオネーム海の底の子さんですね。ガスケツさん、はじめまして。いつも寝るときに聞いています。私は今月から付き合ってる彼氏がいます。出会いはコンビニで、彼は納品のお兄さん、私はアルバイトの店員でした。彼が勤務時間が変わってしまうとのことで連絡先を教えてくれて、そこから付き合うことになりました。しかし付き合って1週間した頃から連絡が取れなくなり、会う約束をしていた日になっても連絡が来ませんでした。 LINE はブロックしているようで、メッセージを送っても見てもらえず、電話をかけて折り返しもないです。ずっと気になっていた人と付き合えて幸せだったのに、こんなに早く、しかも突然別れることになりそうです。すごく悔しいし悲しいし、怒りがこみ上げてきます。こんな男丸めてぽい。どうしたの？どうしたんだろうね。いや、普通の人間だったらさ、いや、なんかねえ、ごめん、やっぱり別れてほしいとか言うくない？普通の人間ならね。まあ、だからそれか人間の心を持ってない無慈悲な人。いや、でもねえ、そんなことある？まあ、それか二股かけてて、もともと付き合ってた人にこうバレて、ちょっと連絡先もう消せ、ブロックしろ、おいとか言われたとかね。どういうことなんでしょうね。本当何があったんだろうね。どうその後どうだったの？これ8月のお便りなんです。まだごめんなさいね、全然進んでなくて、もう10月も終わるというのに。ね、ちょっと心配ですが、はい、ありがとうございました。次行きましょう。岐阜県お住まいのラジオネームわっちゃんさん。今僕は夏休みなのですが、母がスイカを部屋に持ってきてくれることがありました。ですが最近暑く、クーラーのない自分の部屋にはあまり入りたくないと思うようになり、1週間くらいずっと部屋に入ってなかったのです。そして最近部屋に漫画を取りに行こうと思い、部屋のドアを開けるのですが、そしたら中からとてつもない匂いがしてきたので、なんだと思い部屋を歩いていたら、1週間前に食べていた腐りかけのスイカがあったのでした。当然母には怒られ、部屋にはまだあの匂いがします。こんな話も丸めてポイしてほしいです。はい、ありがとうね。クーラーなかった、俺の部屋にもクーラーなかったからね。久しぶりに部屋に入るその感覚わかる。あと割と忘れちゃうよね、食べ物ね。いやー、そう、僕もね、高校の時にね、部室にさ電気ポットがあったので、電気ポットでお湯沸かして、でそれでペヤングを食べてたので、ペヤングってさ
途中でのお湯捨てるじゃない。ただね、その時俺授業サボって部室でペヤング食ってたっていう、うん、だからさ、あのお湯捨てに行けなくて、だからまあ後で捨てればいいやっていうので、そのポットに捨てるお湯をこう戻したのね。でそのまま捨てんの忘れてて、そのまま夏休み入っちゃって、で夏休み明けてさ、で部員がねお湯沸かそうと思ってポット開けたらとんでもないことになっててもうキャーみたいな、懐かしいな、そんなこともあったな。まあ、あとあんま関係ないんだけど、高校の時やっぱ狂っててさ、とある部員がね、お茶、ペットボトルに入ったお茶を放置してて夏の間、そしたらそのお茶の中になんかその白いさ、まあなんだろうね、菌かなんかのさ発生した、そのなんか白くなってて、ほんと昆布茶みたいになってて、でそれを見たね部員が、これこんだけ育ったんだったらもっと育てようって言い出して、もう1年間ぐらいずっとその物質の端っこにこうペットボトルでずっと菌を育ててた。で徐々にみんなそれに愛着湧いてきて、その菌にね、で名前つけてアズニャンっていう、当時ね軽音っていうアニメが流行ってて、でその軽音のキャラアズニャンっていうね、なんかこうちなんか可愛いなんかロリキャラみたいな子がいて、で僕男子校ですから、男子校やっぱ狂っててね、女の子いないから、その女の子の名前つけてこう話しかけたりとかしててね、アズニャン育ったねとか言って、ちょっとやばいよね、そんな狂ったね、過去を思い出しましたけどもありがとうございましたね。スイカの匂いってそんな取れねえんだね。はい、ありがとうございました。東京都お住まいのラジオネームアズさん計らずもね、アズニャンからね、来ましたけど、ガスケツさん、ケスナーさん、こんばんは。いつも寝る前に聞かせていただいてますが、今回が初めてのお便りです。私は児童館でアルバイトをしているのですが、性格上あまりダメだよと強く言うことができず、何か喧嘩などが起きると社員さんが助けに来てくれていました。先日社員さんがちょうど席を外していた際、言うことをなかなか聞いてくれず、思い切ってそれはやっちゃダメだよと注意したところ、普段は言わないからか先生怖いと言われてしまいました。叱るって難しい、慣れてないことをするのはなかなか勇気がいり、さらにこんなこと言われてしまい、ふと思い出し忘れられません。子供たちが成長していくためにダメなことをダメとしっかり言えるように、私も成長したいので丸めてぽい、読んでいただいてありがとうございました。なんかあんまり怒んない先生からね、怒られるとうわ怖ってなるけどね、でもまあそこにね納得感があればね、子供たちもまあそんなね、なんだあいつとはならないと思うしね。いやでもなんか他人の子供に怒るってできる、みんな、俺絶対できないね、なんか道歩いてたらなんか子供が悪さしてたのを見てしまった、なんかまあ例えばなんか店頭のもの万引きしてんのを見てしまったって言っても、俺なんか見て見ぬふりしちゃう気がするな。ね、どう、みんな言える？なかなかね難しくない？まあなんて思うんで、なかなか立派なんじゃないかなと思いますけどね、アズニャン。はい、これからもね、頑張って、はい、ありがとうございます。では次のお便りいきましょう。最後かな。埼玉県お住まいのラジオネームミミミミックさん。ガスケツさん、こんばんは。いつも寝るときお世話になってます。私は中学生の時に初めて彼氏ができたのですが、学年で1位2位くらいにモテる人だったので、周りの女子からのひどい嫌がらせに悩んでいました。しかし彼は私がいじめられていることを知っていたかわかりませんが、いじめの主犯格の子と私に、内緒で映画を見に行っていました。
友達のおかげでそのことを知り彼と話しましたが、本当はもう一人来る予定だったとわけのわからない言い訳をされ、我慢ができなくなりお別れしました。彼とはクラスが同じだったので、別れた後も当然話す機会も多かったのですが、私自身傷ついていたのと、中学生で大人げなかったのが合わさって彼にとても冷たく当たってしまいました。今でも思い出すと理不尽ないじめを受けた悔しさや、彼とどう接したらいいか分からず意地悪な態度しか取れなかった恥ずかしさでいっぱいになります。現在大学生になりましたが、最近バイト帰りの電車で彼を見かけることが増え、当時の記憶が蘇ってしまったので、あの頃の黒歴史を丸めてぽい長文失礼しました。これからもラジオ楽しみにしてます。ミミミミミックは何も悪くないですよ。これはそりゃ冷たくも当たりますわ。うん、あと何、付き合ってるだけでいじめられるってどんな男、そんなにいい男だったの？いや、そんだけモテても見たいもんだね。あー、でもね、付き合ったらそのせいで自分の彼女がいじめられてしまう。だー、悲しいね。あー、まあそいつは何も思ってなかったかもしんないけど、俺はその状況になったら悲しいね。あー、悲しいね。まだそいつモテてんのかな、今も大学入ってからも。んだべ、腹が立ちますね。はい、ありがとうございました、ミミミミミック。ということで、丸めてっぽいのコーナー以上となりまして、眠れるラジオスタートいたします。ガスケツの眠れるラジオ、皆さんこんばんは、そしておやすみなさい。眠れるラジオガスケツです。このラジオはよく眠くなると言われる僕の声とヒーリング音楽一緒に聞いていただき、気持ちよく寝落ちしていただこう、そんなコンセプトでお送りしております。今日も聞いていただきありがとうございます。このラジオで寝落ちできた方、ぜひね、明日もこのラジオで寝落ちしてみてください。そして、寝ちゃって聞けなかった部分なんかは、明日の良き時間に、作業中だとか帰宅途中だとかね、聞いていただければ非常に幸いでございます。とよろしくお願いします。はい、昨日の生放送聞いてくれた方ありがとうございました。ライ麦くんのチャンネルでやってたんですけど、ありがとうございました。すごい楽しくて、同説600人ぐらいいてね、すごいね。600人も聞いてたね。まあ、全校生徒の前で喋る校長先生ぐらいの感じをね、言ったらね、すごいね、いっぱいいっぱいの人が来てくださって、ありがとうございましたという感じですね。まあなんかまたやろうなんて話にもなってるんで、多分またやると思います。はい、楽しみにしておいてください。はい、まあ、ガスケツの最近ですけども、メトロイドドレッド買いましてね、スイッチのゲームメトロイドドレッド面白いよ。あー、面白いね、やっぱメトロイドは面白い。まあ、僕ゲームボーイアドバンス版をやってて、あとファミコンミニのだから1と、あとゼロミッションとフュージョンっていう、まあ、ゲームアドバンスであったんですけど、メトロイドで、そっからもうしばらく横スクロールのメトロイドって出てなかったんですよ。リメイクがたまに出てたりしたんですけど、久しぶりの完全新作メトロイドの、横スクロールのメトロイド、やっぱ面白い。横スクロールのメトロイド面白い。まあ、なんて説明したらいいのかわかんないんだけど、あのゲーム性を、まあ探索型 2D アクション、ゼルデンあるじゃん、昔のゼルデン、見下ろし視点だった頃の、神々のトライフォースとかの頃のゼルデンあるじゃんの、ダンジョンがない版みたいな、あれの 2D 版横、あ、もうダメだ、はい、はい、例えが下手なんでプレイしてみてください。前回のコメント欄読んでいきましょう。匿名匿名さん、ガスケツさん、冬に向けて買うもの教えて。加湿器欲しいんだよな。
今までね、なんか加湿したいなっていう時はだいたいそのケトルをケトルを蓋開けて沸かすっていうパワー加湿だったんだけど、そろそろ加湿器欲しいなっていう、と思ってる。まあやっぱね、服欲しいな。ちょっと買いに行こうかな。なんかいい感じのパーカーが欲しい。はい。としみいこさん、ご飯どころ足立さんのマスターの話が楽しくて聞き入ってしまいました。お話好きな小粋な江戸っ子さんな感じがします。めっちゃ行きたいです。そうね、これ前回あのご飯どころ足立っていうお店の、マスターの話をねしたんですけど、そうもう一回ね行きたかったんだけど、その秋葉勤務の最終日にね行こうとしてたんだけど、急ぎの仕事がね入っちゃってもう急がなきゃいけなくて結局行けず、ね、でもまた行きたい。次はなんだっけな、味噌炒め定食をいただきたい。なんかあれなんだって、中華風の味付けじゃなくてなんかこう和風の味付けなんだって。それがいいって言われてるって、マスターが自慢げに言ってましたね。はい、ということで前回も、いや今日は全文読もう。その他にもおすまるさん、くまさん、たらさん、あおいさん、プチプニさん、ジャムコさん、いちさん、ミセス、ひつじさん、なお246さん、ライパパさん、バクフンさん、りょうさんかな、黒飴さん、シリウスの星のかけらの女の子さん、のりちゃんさん、池松さん、さらさん、あきこさん、あきこさんの方がいいの、ラブジョイさん、スラッシュハイフンさん、七空ママさん、宿題は家庭に持ち込まないことにしてるんですさん、マーマレードさん、イーさん、アルパカさん、羊名さん、ピロルクさん、ジョインアズオーブさんかな、ポテトが食べたい人さんね、コメントありがとうございました。番組ではあなたのお便りをお待ちしております。お便りは、概要欄に貼ってあるお便りフォームから送ってください。募集してるコーナーはねその中に記載ありますので、そちら読んで送っていただければなと思います。はい、ということでしばらくヒーリング音楽をお聴きくだっち。
ということでぼちぼちお話をさせていただきますけれども、大丈夫でしょうか、ね、今寝てる人を起こさないように静かに静かに、話し始めるというのをね毎回やっているわけでございますけれども、はい、最近さーマジでさーもう腹立つことがさー多いんだよな、多いんだよな、うん、まずね1個目いいですか、腹立ったこと第1個目、まず昨日ね、仕事を集中したくて、ただ一人だと僕集中できないタイプなんですよ、なんか人の目がないと。だから今日はカフェにでも行こうと思って、うん、でさ、近所のカフェ、うん、サンマルクまで行ってでサンマルクでアイスコーヒー頼んで、うん、で着席したんですけど、もう着席してちょっと経った時からさ、もう外からさ、もう選挙カーの演説がずーっと、もううるさくて、なんか全然集中できなくて、でも結局さ、すぐせっかくアイスコーヒー買ってさ飲んでたのに、結局やめて、うん、まあ、別のとこ行ったんだけどさ、ほんと何あれ俺個人的にはさ、あれ聞いたところでさ何も思わんというか、もう逆にうるせえなっつってそいつに入れたくねえなってなっちゃうんだけど、うん、でまずこれワンムカつきね。でさで外出て、で自転車を止めてたのよ、駐輪場に。だからそこまで行こうと思って行ったら、もう人がほんとごった返してて、その選挙カーの周りにもう密も密、とんでもない密よ、もうぎゅうぎゅうで、だってさ、こんなさ、国からの要請でさ、いろんな飲食店やらテーマパークやらライブハウスやらがどんどん潰れていっている中さ、もう国を動かす人がこんな密状態作ってるって、これ何事なのと思って、でまあほんと人でごった返してるからなかなか先にも進めなくて、もうほんとになんかもう数百メートル、100メートルぐらいの距離歩くのにさ、もう 5分10分かかってさ、もうと思って、もう激おこぷんぷんちゃんになりそうだった本当に。であとなんかね、これまた別の日の話なんだけど、俺の友達にねガチ暇人がいるの、本当に暇なやつがいて、なんかすっごい連絡してくるのね、もう本当に毎日連絡が来るの。サウナ行こうとか、ご飯食べようとか、ちょっと飲もうよとか、すっごい連絡が来るの。ただ俺はもうすごいずっと断り続けてんだけどでまあその日もこうね、例に漏れずずっとメッセージが来てて、遊ぼうとかなんやら来てたんだけど、俺ちょっと今日無理だって、うん、なんかもう外に行く余裕がないみたいなこと言ってたの、もう昼の時点でね。でなんだけど夜電話かかってきて、いやいや俺今日無理よって、行けないよって言ったじゃんって。なんだけど いいじゃん遊ぼうよみたいなこと言ってんの、あーみたいな、もういやいやもう俺今日は無理、もう無理だから他当たってっつって、もう人生あと何十年もあるけど生きられる気がしないとか言ってんのね。それで急に暇すぎるしもう俺やだとか言ってんのね。で俺なんかこいつ病んでんのかなと思って、なんかあったんかなと思って、どうしたのよ、病んでんのお前、病んでるわもうやだとか言ってるから、なんかかわいそうだなと思って、俺はもうその時
行かないって決めてたんだけど、じゃあ何、じゃあとりあえずご飯とか行くって言ったの。話聞こうかなと思って、みたいな、なんか来て、来てほしいとかじゃなくて、なんかサウナは、サウナ、まあサウナでもいいよ、じゃあどこのサウナ行くって言ってたら、急にそいつがね、切るわ、ブーブーブーって、なんか知り合い見つけたんだろうね、街中で。その瞬間もう通話切って、切りやがって、もうなんかめっちゃイラッときて、もうさ、なんかバカみたいじゃん俺ってなってさなんかもうね、これもう三ムカつきね。でもうやっぱ一番ムカつくのは、今日で10月が終わることだよね。ハロウィーンだ、ハロウィーン今年の渋谷はどうなっちまうんだ。もうやだよ、やっぱ今年のあれかな、仮装はイカゲーム多めかな、やっぱあのピンクのパーカーに黒い仮面かぶってね。まあいいや普通おた、岐阜県お住まいのラジオネームパウスノさん、こんにちは。最近思い出すんですけど、ガスケツさんと出会って3年経つんですよ。今は受験生で頑張っていますが、ガスケツさんと頑張っていきたいです。なんかさ、これ見てさ、3年もやってねえわって一瞬思ったんだけど、眠れるラジオの第0回が2018年の10月11日なんだ。3年経ってました。いや、そんな経ったんだあれからっていう。いや、なんかね、すごい懐かしいのが、当時まあ僕がこの眠れるラジオっていうのを始めようって思った時に、ツイッターでね、まだ当時僕ゲーム実況者だった時に、寝る時になんか音楽とかかけて寝る人いますかってツイッターで募集というかつぶやいたのね。そしたら何人か聞きますって、はい私聞きますっていう人が何人かリプライくれて、その人たちに何人かに、今こういうラジオを作ってて、ちょっと試しにこれ聞きながら寝てみてくれませんかって言ってで、あ、すごいよく寝れましたっていう返事が来て、あ、じゃあ始めようって、もうそこからですね、そこがスタートで、もう、フォロワーも何人ぐらいだったかな、当時多分200-300人ぐらいで、そんな状況の中ね、こう、あ、登録者も1,000人、2,000人台ぐらいで、もうそんな中ね協力してくださる方がね、いらっしゃって、始めた眠れるラジオ、いやー懐かしいなー。もう3年ですって。どう、やっぱ最低5年は続けたいよね、やっぱね。もう3年かでも、あと2年、できれば10年続けたい。ただその、再生数しないんだよねこう徐々にね、聞いてくれる人が少なくなってしまってね、再生数が毎回2,000-3,000再生ぐらいになってしまいましたとかなると、やる気なくして僕別のこと始めちゃうかもしれないんで、聞いてね皆さん末永く聞いてくださればなと思うんですが、はい、ということでね、4年目、眠れるラジオ4年目突入ということで、まあ、引き続き、皆様に、
まあ、良い眠りというかたわいもない話をね提供できればなと思ってますので、今後ともよろしくお願いいたしますと。はい、ということでございまして、眠りラジオこれぐらいにしときましょう。これでも眠れないよという方に関しましてはシャッフル睡眠法の動画あります。700万回ぐらいかな再生されてるすごい眠れる、動画ですのでぜひこちらも聞いていってください。他にもね僕の朗読の動画だったりとか、もう一本ラジオ聞くとかねいろいろ方法はあるかなと思いますので、ぜひともねよろしくお願いいたします。はい、ということで、今まで聞いていただきありがとうございました。お相手はガスケツでございました。おやすみ。